渔人码头。李さん、ここはどこですか？人が多いですね。ここは渔人码头です。非常に有名な観光地ですよ。そうなんですね。何か有名なスポットはありますか？まずはここのコーヒーショップです。コーヒーを飲みながら美しい景色を見ることができます。本当ですか？ええ、本当です。夕方になると夕日がとても綺麗で素敵です。あの橋は何ですか？あれはラワーズブリッジという橋です。夕方でも夜でも綺麗ですよ。たくさんの人があそこで写真を撮ります。私たちも後で一緒に撮りましょいいですよ。きっととても綺麗でしょう。白くて船みたいな建物は何ですか？う。あれはフーロンファンテンというホテルです。ホテル内も綺麗です。でも値段がちょっと高かった気がします。そうですか。でもやっぱり友達と一緒に泊まりたいですね。そうですね。あ、お腹が空いてきました。近くのレストランに行きましょう。いいですよ。いいところに連れてきてくれてありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。